ちょっと試着しようかな、はい、デニムセラーさんで面白いものってあります？例えばあこれうちでオリジナルで作ってもらったやつなんですけど、はい、ブシュロンって言われてるフランスのワークジャケットがあって、はい、でそれをモチーフにしてデニムでの生地フレンチワークな形でよく見ます、はい、横糸がスリンゴールドって言ってあのいわゆる蝶々綿って言って、はい、ものすごくあの繊維長の長い、はい、あのシルクみたいな綿紙を使ってもらってるんで触ってもらったら分かるんですけどむちゃくちゃ柔らかいですよ、ね、あ本当だうわすごい柔らかいですね僕この形がすごく好きでオベルジュの小林さんに頼んでこれでデニムで作れないかっていう相談をしたら、まあ、一つそのスリンゴールド使ったいい生地が残ってるから、はい、じゃあこれで作ろうよって作っていただいたうちの別注ですか別注品にあここにしかないってことですか、はい、あじゃあこれ着ますGジャンが苦手な人でも、はいはい、これは意外と、上下できてもさ今日ちょっと着てきてますけど下がボンクラで上オーベルジュオーベルジュで でもなんかあんまりこう形がGジャンじゃないからそうですね上下で着てる感じがしないのでこの切れ目綺麗に見えます、はい、これニットこれハリスツイードですああいいですねここがデニムになってるの襟が襟裏襟裏があパッチがと襟裏をデニムにしてもらって作ってもらってるあ本当だハリスだこれも着ようこれも着たいですねこれ面白いな、はい、とボンクラだったらこの辺いいですね、うん、これとかいいですね、はい、これも着てみようかボンクラのこちらいいなオーベルジュのフレンチワークをデニムで落とし込んだってことですねそうですでこれはあのうちだけで名前を付けてもらってあそうオーベルジュからニームっていう名前がデニームのニームあなるほどちょっとね、まあ、あのフレンチのワークなんで少し袖が長いんですけど、はい、こんな感じですよねフレンチワークそうフレンチワークってどうしても袖が長いですよねでこれをちょっと折って一折りして折って切るっていう感じですよねへえこれあのもうすごくシンプルに作ってもらってるんですけどステッチワークとかだけオレンジの糸にしてもらって、はい、でもね背中のデザインとかその辺がもうまさにフレンチワークっていうデザインなので、はい、面白いですねだから本当に今日履かれてるそうやってジーンズと、はい、タップで合わせてもこれだいぶ色薄いですけど、はい、あのハンドウォーマーが横にちゃんとあってあれ本当だこうだけじゃなくてここにこう、はい、これフレンチのヴィンテージにはないですねないですねでしかもここあのポケット作るときちゃんとここ縫ってくれてるんで内ポケにもなってるっていうすごいここ入れられますよこれいいなそれこそあの手ぶらでいいですよぐらいのありがとうございます、はい、すごいよく考えられてるこれボンクラのもうバラクータ型ですね、はい、いわゆるドッグイヤーって言われてるあこれですね、うん、きれいこれはねバラクータの雰囲気なんですけど、はい、腕が太いんで、はい、なんかちょっとやっぱりカントリーな感じというかそうですね光浴びると当たるとちょっとツヤ感が出て、うん、ちょっと上品な感じもありますよ ね、はい、これで別にあの細いパンツを履いてちょっとスティーブ・マックっぽく着てもかっこいいとは思いますけどね、はい、本家 G9 風の、はい、定番の形ですよね、はいまあ、着てて安心できる形とか安心ですそれも気になったこれはうちのオリジナルで、はいこれもオリジナル？そうです。あの別注品で作っていただいた、はい、あのハリスツイードで作った、まあ、ハンティングジャケットみたいなのでなんですけどデニムセラーらしく襟の上と襟がねデニムになってますねであとエルボーパッチと肘であと色味を、まあ、あのデニムに近い色のハリスツイードを探してこれファインダーズキーパーズっていうところに別注かけて作ってもらった裏地も可愛いでこれはもう割とこう昔ながらのオーソドックスのタイプで作ってるので、はい、着丈も短いし割とタイトめだし白いボタンがいいですねでねこれあの今白いボタンなんですけどこれさらに白いくるみボタンに変えるんですよ白いくるみボタンって世の中存在しないので作ってもらったんですよこれに変えてもらえるそうです袖用と、まあ、こっちですねでねくるみボタンにするとまた全然雰囲気変わるそうですよね、はいあこれこっちに変えたいねやっぱなこれ見ちゃうと、はい、栗原さんの着てるこれは何ですかあこれはこれはちょこれ何ですかこれカシミヤのセーターカシミヤなんですかこれ、はい、形は割とこうスウェットに近い形、はい、これねこれこそちょっとおすすめこれ着れるんですかあるんですかこれねまず色これカシミヤの原毛の色なんですこれカシミヤですかえでも本当ですかカシミヤですかカシミヤなんです全然違うでしょこれともいやいやちょっとすみません失礼します
これ実はあの米富繊維って言って、はい、コーヘンっていうブランドをやってる、はい、コーヘンのところですね、はい、のあの大江さんっていう社長が、はい、ジーンズみたいに育てるニットが作れないかっていうコンセプトで作ったのが実はこれなんです。もうとにかくガシガシで、ガシガシですよ。え、これカシミヤですか？そうなんです。で、洗えるんですか？カシミヤ洗えます。もともとカシミヤってセーターにするために編むために作る糸と、はい、いわゆるこういうふうに織るために作る糸とあるんですよね、はい、で編むための糸っていうのは捻糸って言って、よりはそこまで寄らないですよ、はい、折るためには糸を強捻してすごく強く寄らないと切れちゃうので、うん、あの寄りが強くなるんですよね、はい、でその強い寄りのものをさらに強く寄って編み上げたものなんです、はい、編み上げる時も究極まで度詰めって言って詰めて詰めて編んでるので、まあ、これ以上縮みようもないし、はい、っていう状態まで編み上げられているので、よりは強いは、うん、目は詰まってるって、うん、当然ゴワゴワなんですよ、はい、これを洗いをかけていく中で、はい、ちょっとずつそのよりが緩くなり、はい、その目が少しずつ緩むことで、はい、本来のカシミヤの風合いに戻っていく、これ僕2回洗ってるんですけど、はい、これ2回たった2回でもこれだけ表情、はい、こうやってやっても多分毛羽の感じがもう全然違うんですよ、はい、洗いっぱですかこれ。そう、洗いっぱ、洗いっぱ、はい、でもう縮まないです、ね、洗うごとに着心地が良くなってる。あ、ちょっと着たいです、ね、はい、ちょっと待ってください。デイリーに着れてなおかつ育っていくカシミヤのニットって面白くないっていう、いや面白いですコンセプトですよね。だから面白がろうよっていう。なるほど。いや、そういうことができるって知らなかったですね。これ例えば汚すじゃないですか、はい、汚したら今度染めてくれるんですよ。1年に1回これを回収する時期があるんで、その時にある色、例えば黒だったり、はい、ネイビーだったり、はい、赤だったり茶色だったりとか染めてくれるんです。これなん、米富のカシミヤのリジットカシミヤセーター。リジットって名前自体がすごく、いや意味わかんないですねカシミヤにリジットってつくのが生まれて初めて口にしましたね。これカシミヤ、うん、ただこれを着たらなんとなくカシミヤって納得できる、はい、あ、でもデニムには合いますよね。合います。いや、でも洗えるっていうのがいいですね。でちょっと汚れたぐらいだったらパッと洗ってしまえばそれで済んじゃうので、はい、こういうものって便利でもあるし、はい、でもカシミヤだから毛玉になりにくいし、すっげー面白いになります。ただこれも小さいサイズしかないんで、 M1951 トラウザっていわゆる M51 って言ったら、はいはい、アメリカのモッツコートだったりとか、はい、あるいはフィールドジャケットだったりとか、はい、M51、はい、デッドです、本物です。あ、デッドですか、はい、こういうものを扱ってるんですか、はい、でこれしかもウール100で、はい、これからの時期履ける。あー、森さん雨あら、あ、すいません、ビッグジョンのビッグジョンの営業の方です。そんなことあり、こんにちは、ビッグジョンの営業です、森田と申します。ビッグジョンの話してたんですよね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。これかっこいいですね、これ。そう、取り扱っていただいてる、はい、うちのフラッグシップモデルのレア。あ、僕さっき気になってたやつ。あ、そう、はい、さっき話してたやつですよ。そうなんですか、うん、もうご紹介いただいてありがとうございます。まあ、ちょうど今日履いてるのは3年あ、まさにだからさっき言った話ですけど、ねじれがないですよ。あ、本当だ、履いてると分かりますね。本当だ、あ、これ言ってたやつ話です。だから本来なら右あやだけどねじれてない、こっちが本来ならこうなんなきゃいけない、はいはい、ねじれを計算して実は元に戻る。初代のレアから、まあ、初代のレアが1980年代にデビューしてるんですけど、はい、そこからパターンメイクで、はい、綾が、ねじれて戻るっていう、うん、レンチプルーフっていう技術を搭載したのがレアなんですよ。この T シャツがいいですね、この。あ、I like jeans とか。これはこれはどこで買えるんですか。これは直営店のみなんですけど、あ、そう、大阪と東京と小島にある直営店のみの。ああ、アイライクジーンズって70年代コマーシャルとかに使ってた標語です、はいはい、これがちょうどよかったら31インチってことです。これが表記が29で、これがサイズがよかったら31を買ってください。はあはあ、それぐらい縮むって。なるほど。ちょっとこれ履いてみますか。あ、いいですよ。あ、だから29か、履いてみよう。でもそのパンツもかっこいいですね。これもかっこいいですね、51の Z ね。めちゃめちゃいいですね。で、これね、これも洗えるんですよ、ウールだけど。これもね、さっきのカシミヤの話じゃないですけど、ドズメなんで、はい、ウールが
当時の、はい、パンツってすごく不思議なんですけど、股上がものすごく深いので、うん、太いのに足が長く見えるんですよ、はい、あここがね、うん、ここがそうっすよね。でただこれの肝って裾なんですよ、はい、うんうん、だから裾が本当に気持ちよくワンクッションするかしないかぐらいのところだと、うんうん、あのめちゃくちゃかっこいいですよ、はい、これでも洗うと、でもドズメだからそんな縮まないんですかね。だから一回洗ってもらってから、はい、もしかしたら炊き上げした方がいいかもしれないです ね、 そうですね、もう縮むかもしれないんで、やっぱりめっちゃ心揺れるな、これもかっこいいな。でこんなんなかなかないですよ、そうですね、こんなパンツ。でもデニム見に来たんだけど、でデニム履いてきます、はい、これですかね。そうです。あウエストは縮んで、これかこういうイメージですね。え、これ6番6番ってこと？ 5. いくつと6番。うわ、そりゃ太いわ。どういうことですか？糸の太さの話です。縦糸と横糸って番手っていうのがあるんですよ、はいはいはい、糸の太さに、はい、分かります。で、はい、数字が減っていけば減っていくほど、はい、だから1番とか0番っていうのが一番太い、うんうんうん、で、リーバイスっていうのは大体7番7番か7番6番っていうんですよ。で、これ今言ったみたいに、あ、聞いてなかった、何番何番で5.5 番、まあ、あの細かい数字は別にして5番6番だから横糸5番の縦糸6番ってことは、はいはい、もうその時点でごついってことですよ。だからリーバイよりだからこの色になるんですよ。こういう点落ちになるんですよ。太いだけに点がより強調されるってことですね。そうです。それは主題ですね、結構最初に、はい、僕がこう右足をまくってる時点で逆ねじれてるってことですよ。これでねじれのない状態ですから、はい、まっすぐでもこの時点で前に出てきてるの分かりますかね。よく考えましたね、そんなことをね。そうですねその当時から現代最高峰のジーンズを作りたいっていうのが一つのコンセプトで、はいはい、履き心地いいですよ結構。そうですね、まあ、ね、オースがヘビーな割には割と履いていくといいか、はい、で実際多分これ触っ、あれ触ったら結構柔らかいんじゃないですかね。ちょっとこの辺、はい、どうぞ。あ、柔らかいですね。まあ基本的にはまあ洗って履き込んでいく場合はかなり柔らかくなるっていう性質、うんうん、まあ、あと圧倒的に絶対丈夫ですよね、これ。丈夫です。丈夫ですよね他にも例えばダルチとかでも、まあ、たまにやったりはしますけど、はい、ダルチ自体はもうやっぱり創業者がいなくなっちゃってるので、はい、まあ、そこの辺のコンセプトっていうのは、まあ、今はちょっと希薄になってて、うん、それで言えばこれだけが唯一その時代からまだ変わらず残ってる、もう本当にもう唯一無二の。なるほど。これをさらにこう突き詰めていったら他のブランドなので、うん、なね、だからボンクラにはボンクラのものすごく良さがあるし、はい、ジェラードにはジェラードの良さがあるし、そのあたりを、まあ、例えば僕のお店だったら僕が説明をするので、なるほど、ね、どこが刺さるかっていうのを聞いてもらったら、はい、いいですね。3回洗ったらもう1回栗原さんのところに来て竹爪をしてもらいたいんですけど、竹爪はあのユニオンがありますから、ユニオンでここにユニオンがある、ユニオンスペシャルっていうですね、ダルマミシンです。詳しい人もね当然知ってるんですけども、裾ハゲ用のミシンです。でもこれって本当にもう今や使わないですよね。そうですね、見ることもなかなかないですね。実はシングルステッチの裾ハゲが、まあ、メーカーとしてはおすすめ。あ、そうなんですね。あのメーカーとしてはですけど、はい、それは何ですか？全部が本縫いだからですよ、これ。で、なんで本縫いかっていうと、壊れた時に修理しやすい。すべて本縫いなんで、はい、こういう大股とか、力のかかるところは三度縫いしてます。はい、縫い自体も、通常の縫製工程の3倍時間かかる。あ、そうなんですね。マジですか。取れてるっていうところです。でも、チェーンステッチにしてもらってもいいですかね。いいですよ。それはもう好みで、あの実際私履いてるのもチェーン。これチェーンですよね。さっき気づいたんですけど。偉そうに言って。さっきあのこれチェーンじゃねえかってちょっと一瞬思ったんですけど、やっぱりチェーンですよね。はい、これはチェーンステッチって、ここがギュッとなることで、あの洗っていくうちにこうよれていくんですよね。で、このよれた感じが擦れていくっていうか色落ちしていくのが、まあかっこいいんじゃないかなっていう。思想のもと、まあ、どうでもいいんですけどねだからどうでもいい話、どうでもいい話をもうすみません、あれこれじゃなきゃダメなんですよ。そう、これそのどうでもいいのを、これがすごい、このミシンがやってくれるんですよ。斜めにさ、あとね、横からの方がいいです。針がこう刺さってるんですよ。あ、はい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 、こういう風に、はい、で針はこう刺さってるんですけど、はい、斜めって生地は、うん、手前から奥に送るんですよね、うんうん、で針は奥から手前に刺さっているので3枚なんで、生地が上に刺さるタイミングとこういうふうにちょっとずつずれていくわけですよ。でそうすると上と下は
違う場所に針が刺さる。なるほどなるほど。でそうすると斜めになるので、うん、当たりがこうやって斜めになる。なるほどね。でこの斜めになるのはこのミシンしかない。針が斜めに刺さってる。そうなんですよ。ツボ奥の視聴者若い子も結構見てもらって、はい、こういう話知らないんで、はい、すごい喜んでもらえるかなって勝手に思ってますけどね。だってもう本当どうでもいいんですけどね。おじさんのどうでもいい話、うん、ここお付き合いいただきました。すいません、なかなか喋りました。めちゃくちゃ個人的にはすごい楽しかったんで、あのビッグジョンの方にも偶然会えたんで、はい、ありがとうございます。今日はこのビッグジョンのレアにビッグジョンレアをつぼりましたんで、裾上げのシーンをね、まあ、後日また栗原さんにお願いしようかなと思って、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。大坪です。さっき使わせていただいたデニムをですね、持って帰りました。ビッグジョンのレア。水通しをしたいんでこのまま風呂に入ろうと思います。ちょっと温めたんでね。あとどれぐらい色が抜けるかちょっと試してみたいと思います。裾直しはしてないのでこんだけ余ってます、自分の型を作ってから裾直しようと思います。入った、あったかい。このまま行きますね。どれぐらい愛が抜けるか。おお、追い抱きしてよかった。お、すげー、すごいっす。3回ぐらいね洗ってほしいってことだったんでね。そうすると 9% の縮みが定着すると。どうなることやら。これ後で風呂ちゃんと洗わないと家族に怒られるかな。おお、色抜けてきた。さあどうなるか、こうご期待でございます。結構色出てます。これ透明だったんですけどね。自由が丘デニムセラー。デニムね3回洗って風呂にも入って縮み止まったと思うんで、いよいよね、栗原さんに裾上げしてもらおうかなと思って、来てみます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。先日ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。あの一緒に風呂も入ってですね、見ました、見ました。綺麗に綺麗に縮んだと思うので、修行僧のように、はい、あれ、はい、見ました。あの最初はちょっとあれ硬かったですけど、はい、なんかもうもういい感じね。もうやるものですね。はい、てかもうすでにねじれがある程度元に戻ってます。あ、そうですか。裾上げしてもらおうかなと。はい、はい、ではせっかくですから、はい、入っていただいて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、ロールアップしてこれぐらいですかね。だからあのこれで良ければ、はい、これプラスここから 2.5 センチ、はい、まくって、それだからまくらなければちょうどのクッションぐらいになってるんだと思います、はい、スタイルよく見えますよね。これ太いのかなと思ったんですけど、意外とそんなことは、はい、これで風呂入った時にあれなんかいいじゃないかと思ったんですよね。だそれが本当は上がってる状態、はい、これが上がってる状態、ロールアップしてる状態なんで、はい、いや、いいと思います。で、伸ばせば伸ばせばの、あ、ノークッションで、ノークッションぐらいにちょうどいい感じ。だいたい5つトンカチと、あ、あの道具がですか。道具とハサミと、ハサミと定規と金槌 とピンセットですか。はい、あとは糸切りバサミ。ほとんどの人はここは使わないですよね、はい、あ、そうですか。僕はあのハンドフリーで上げるのが好きじゃないので、はい、なんかすでにいい当たりが、もう当たり出てますね、うん、はい、これが本来の良さでしょうか。チャコペンでピッと引いて、僕はあの引かない人の方が多いですよ、だるま使う人は。こうやって見せていただけるのもありがたいですね。楽しいかなっていう、はい、ところですよね。いや、愛着増しますからね、さらに。そうですよね。ここから育てようって気もなるし、我が子のような思いで。でも我が子ですよ、これはもう。そうですね、うん、見させてもらおうか。これベルスタッフですか。それね、あのベルスタッフの、はい、それはデッドストックをイギリスから、はい、だからね、それ多分20年ぐらい前に廃盤になってるやつなんですよ。もう今そう出てない方ですよね。ね、廃盤になってるんです。このベルトもすごいな、なんか新品ですよ。タグもちゃんとついてるんで、はいはい、これ何着かあるんですか。もう2着だけです。L と L と M。あ、M もあるんですか。うん、そこにまだこれチャコで印してる間はまだ時間あるんで。はい、あ、これか。これですね。あ、じゃちょっと着てみてください。いや面白い。
ものすごくギミックが凝ってて、はい、ここをこう開けられるじゃないですか、はい、これでそれがこれをなんかこうしてなんか上げやすくすることもできるし、多分バイク乗ったりとかすることなんでしょうね、はい、これオイルドではない、ないみたいですね。アビエーターコートみたいな言い方をしてましたね、はい、あでも飛行機の、うん、アビエーターって書いてありますね。いやかっこいいじゃないですか、うん、バイク乗りじゃなくて飛行機乗りなんですかね、うん、飛行機乗りですね。それついてますからね。初めて見たな。これ M か。そういうのが出てくるお店になりたいなって。いや最高ですよ、うん、見ててちょっとワクワクワクする。いやワクワクしますね。そういうのはあえて僕もオンラインショップ出さないんで、はい、来てタイミングよくそういうのを見つけてくれた人がパッと会った人がラッキーっていう、ラッキーってことですね、はい、袖が結構長いの。そう、袖はね、なんだか知らなく少し長いんですよ。袖長いですよね、うん、飛行機にそのまま乗ったりバイクにそのまま乗るとしたら前に出すから肘曲げるからこういう、こういうことだから少し長めな、長めになってるんでしょうね。で、あとね、おそらくシワが入ってくると上がるんだと思うんですよね。ははははは。竹かも短いですね。座る前提なんですかね。だと思いますね。こういうこと前提なんで、はい、多分独特の生地感がいいな、これ。この間取材した時にはなかったな。そう、だから昨日ミオンスペシャル、なんで800じゃないですか。説明書。おお。お。取説ですね。電話番号だって。あ、本当だ。06になってますね。お、ユニオン、日本ユニオンスペシャル株式会社 43200G。斜めになってますね。これ見えますね。触ってもらえるとすでに斜めって言うんですよね。はい、あ、わかりますかね。あ、わかります。うん、あ、こう、あ、こういうことですね。で、これがどん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 よれていくわ。そうです。縮んで、はい、糸が縮んで、余計に。これでもう一回水通すと、もうよれが出ます。で、ここら辺にもちょっとシワ出てますけどね。はい、あ、そうですね。うん、いや楽しみですね。このヨレ感が、はい、また風呂入らなきゃいけない。今度反対側ですね。まあこういうことをやる人多分少ないです。みんな大体もう切ったらバッとフリーハンドで巻いてしまうので。アイロンで癖つけして。でボコッと乗るところだけは叩いて。キュッと締めて。癖つけといて。他のところの。ユニオンの素揚げに比べたらうちはだからちょっと時間がかかるんでしょうね、うん、でホワイトした糸が出てるんで最後ここで縛ってほどけないようにして、完成ですか。これでやった。いよいよスタートラインに乗った感じですよ。そうですね。準備運動からのガシガシ入る、はい、あ、いいですね。この前の時よりも、はい、もう一回水通して、はい、もう縮みはしないと思うので、はい、ただ糸を縮めるためにですね。そうですね。そのよりを出すために、はい、ここだけドボンって入れてもいいんですか。大丈夫ですよ。じゃあ足湯で、はい、足湯で大丈夫です。いや、でもいい感じになってますね、もうね。ただやっぱり 2,3 回水通さないとこれぐらいの生地のこういうもの風合いがね出ないですね。いや、嬉しいです。栗原さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いい感じです。いや、もう完全に僕これこのまま履いて帰るか、ちょっと多摩川に足突っ込んでくるかいいですね。そのままで乾くまで待つみたいな。いや、嬉しい嬉しいっす。ありがとうございました。ありがとうございます。デニムセラーより、はい、ジャパンデニムについていろいろお話を伺いました。栗原さんと今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しかったですね。いいデニムに仕上がって、こんな感じで裾上げとね、どんな色になるか楽しみであるんですが、これスローですね。昔鎌倉でアンダースローした覚えがありますね。これね、ベルトね、実はここスローで買ったんですよね。栃木レザーだったっけな、姫路レザー。いや、楽しかったな。
この辺ね、自由が丘もちょいちょい変わりつつあって、工事すごいですけどね、増えてくると思うんで、ぶらぶら散策しがてら来てみるのもいいんじゃないでしょうか。というわけですね、すごく自由が丘よりお届けしました。ありがとうございます。こちらのビッグジョンのデニム裾上げしてもらったので、いよいよですね、この面子の部分ですね、ここをシュリンクさせるために水通ししたいと思います。ここをお湯でですね、締めることによって、多分ね、これ乾いたらキュッキュッってなるわけですね。これにこだわりをいうことですね。デニム、イクデニムですね。デニカツ、いやー、いいですね。これでしっかり飾りをつけていこうと思います。キュッ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 とね。